中住駅は福井県福井市中住町にある越前鉄道三国あわら線の駅。駅番号は E31。線路の東側に短式一面一線のホームを有し、双方向の電車が同一のホームから発車する。待合室があるほかはホームにわやない。福井方から越前鉄道の中でも最長となるくず川をまたぐくず川橋梁に、 隣接している。ホームは森土城にあるため、堤防下からは階段を昇降する必要がある。そのため、バリアフリーには対応していない。朝の福井行きの快速列車は通過する。また、2016年に、相互乗り入れを開始した福井鉄道、福武線への直通列車は全列車が通過する。これは、田原町駅は2か張原駅間にある。 臨時駅の神宮グランド前駅と同様に、低床ホームの設置が行われていないからである。1日の平均乗降人員は以下の通りである。東に向かって集落が広がっているが、他は見渡す限り崩流側の堤防や電源地帯が続く。堤防沿い東へ400メートルほどの先に、あわら街道があり、北はあわら市まで通じているが、対岸の福井市に立つか,かたは、 旧中墨橋が老朽化で撤去され、中墨歩道橋に掛け替えられたため、車で対岸へ向かうにはさらに堤防沿い東へ100メートルほど先の霊北立関道の天地橋を渡る必要がある。東に1キロメートルほどの場所に、仁愛女子短期大学、同付属幼稚園、並びに、天地化線公園があるが、これらは JR 北陸本線の毛利大が最寄りとなる。 ありがとうございます。